ち豆、黒豆、ぎ豆、君たちにこの花を授けよう。まずち豆、君からだ。君にはこの花、ひな草を授けよう。ひな草の花言葉は寛大な愛。その花言葉の通りに、これから恋をしてもらいたい。いい男性と出会うことを待っているよ、待っているよ。次に黒豆、君だ。君にはこのライラックという花を授けよう。ライラックの花言葉は友情。この花言葉をもとに、君も友達と友情を育んでもらいたい。最後に木豆くん、君だよ。君はそこら辺で取った枯れた木を授けよう。花言葉ないね。このボタン何？各部屋でレバーを入手し、金ブロックに設置してください。金ブロック、これか。わ、めっちゃ扉あるやん。あ、つまりこのステージをどんどんクリアしていけみたいな感じか。よし。まあ当然っちゃ当然やけど、作者さんが作った、ここはやりたいんやけど、この、ザ・死神エリアみたいな感じになってますけど。ここはやるけど、せっかくやけん最後やな。とりあえずみんなステージから行ってみよう。この一番手前のみんなステージ。みんなステージその1みたいな。その1なのに、その1。迷路かーい。迷路ちょっと、この前、エロい目にあったけどな。これではまた違う迷路になっているらしい。気をつけんかったら透明やけん。穴開いてるって気づかずにこれ、落ちるもんな。怖いね。もしかしてこれ飛び越えなあかんパターンのやつある。絶対そうやな。ここやな。なんか突然迷路からアスレになっとる。で、こっちか。一段降りて、お、このウォレ、遠いな。あー、こっちはなかったんじゃ。やられた。確かこっちで、ここ飛んだな。おし、よし、ちょっと、で、ここを降りて、の、こっちか。この長い距離をきれいにジャンプしたらあかん的な感じやけど、あれ？これ届くん？ちょっと怖いんやけど、届くんこれ。届いて向こうに行って、あのチェストの中に、さっき言うたレバーがあるんじゃ。飛べ！よし、届いた。意外と届くな。で、ここ丁寧に飛んだら届く。そういうことになっております。こっちか、こっちなん。いや、向こうにチェストがあるからといって、もしかしたらのパターンがあるんじゃないかな。この状況、これまでの展開的にはなくはないよなーなんて言って、そっちゃった。あれ、これ行き止まりだね。行き止まりだね。一応行ってみてください。ほら、行き止まりじゃん。完全だ、もうサイダー感がすごいね。よいしょ。戻りましょう。戻りましょう。戻れ。じゃあなんだろう。こっち。え？なんこれ。なんでわざわざこんなところに。まあいいか。戻ろう。じゃあどういうルートで。反対側行けって感じか。置いての。あ、これじゃ。
なんかこれっぽいな。よっしょ。でもってこのまま道なり進んで穴に気をつけろは続いて、これだ。こっから上に行って上のルートがあったんだよ、これ。なるほどな。さて、どうやって飛び移ったらいいもんか。とりあえずここに行かなあかんわけで、こう上に行ったらの感じなんやな。多分このまま進んだら、あっ、最後の最後でなんかやばそうなところになってる。よいしょ。あ、でも比較的まだかん。なんかガラスの方遠くない？よいしょ。あ、意外といければ。で、ラスト。よいしょ。おー、いけた、いけた。で、チェスト。これ、死んだら、一応思うけど、死んだらこれ、失うとかあるんかな？いけるんかな、これ。死んでもアイテム、ロストせんタイプなんかな、このゲームって。ちょっと死んでみようか、一応。いきますように、いきますように。あ、いけた。イエース。死んでも戻ってこれる。これは楽勝。案外時間かからんかったな、ここは。他のやつよりも、あ、こっちじゃないわ。こっちじゃわ。でもってここでこうやって、こうやったらちょっと開くんじゃ。あと何枚だろうな、これ。全部クリアしなあかんのかな。じゃあ次はみんなエリアその2で行こう。なぜ1、なぜ2じゃなくて2って言うかはもう俺のさじ加減。何これ？シンプルやな。あ、これ横から槍が降ってくると気をつけろのパターンじゃないだろうな。せっかくならば、俺はこの木の上を渡っていくのを選ぶぜ。これは比較的なんかテンポがあって、そのうちテンポが変わるみたいな感じだろ。よいしょ。そうそう、リズムが変わるよな、途中。だから、ポンポンって調子に乗って行きよったら案外むずいと。こう、案外堅実に、あ、こっからの帰らせてくれたわ。穴があったけん、落ちなあかんのかなって思ったら、そうでもなかったね。こう見えてちょっと意外とね、じれったいところがあるんですよ、こういうタイプの。簡単な報道なんですが、自分に追い込む感じが強い。言ってる意味わかんな。ちょっと言ってる意味がわからんと思うけど、そんな気がせんでもない。これ遠いな。ここだけなんか遠いな。よいしょ。足叩いた。よいしょ。んでもって、こう行って。気をつけろ。よいしょ。怖いな。あ、あい。ミスだミスだ。でもなんとかなった。ちょっとスペース押しすぎないやな。よいしょ。あ、届かんかった。比較的簡単な方やな、これは。どっちかって言うたら結構手こずっとけど比較的簡単な方なんじゃないかな。ただそれが俺が下手なだけっていうね。まあ何回も言いよるよ、俺はグダグダ系マインクラフターなんだ。アスレ系のマインクラフターじゃないんだ。だからそういうなんかアスレを、アスレ上手いところを見に来たっていう人はちょっとこの動画は向いてない、届かない。あれですね、まあいくら簡単とはいえ100% 成功するとは限らないわけです。どうしよう。足元の、足元にあるゴミ箱にゴミを入れようとポーンと落として外れる時だってあるでしょ。簡単なことでもたまにも失敗してしまうんです。これ最後の最後でさ、よっしゃゴールやと思っとったらなんかトラップ的要素があるパターンのやつじゃないかなって俺思ってしまうんやけど。だってこれシンプルすぎるもん。なんかあるんじゃないかって思ってしまう。あ、レッツゴーウィーハーベストウィーダナララ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 。さっきからここでミスやるというミステリアスな事件が起きる。どういうことだろうね。ギリギリのジャンプ、あ、届いたわ。やった、ようやく届いた、ようやく届いたんやけん、もうここはミスらんようにしたい。よいしょ、オッケー。よいしょ。んでここトン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 でクリア。よっしゃ、やったね。レバー2つ目ゲット、ようやくって感じだ。こんなのにシンプルなのに結構難しかったって感があるよ。これがアスレ中とかアスレガチ勢とかそういう方に関したら5分とかもしかしたらもっと短い時間でできるんだろうなって思ったら、ちょっと俺は下手くそ。
というわけで、まあこんな感じで2つ目のところで、レバーが2つ目の扉クリア。あと何枚ぐらいあるかだろう。多分4つぐらいあるんよな。4つはあると思う。パッと見でいくつぐらい教えろや